やってっか始まってます、ね、やっていきますかね。みんなこれ DS のマイクに息吹きかけると、うん、ソフトめっちゃ回るでやってみ。いやそれよりお前なんなんそのなんか気になるわそれよりもやわふうじゃないかお前だけ いじってるやんバックやるかよしじゃあまあ絵をします。今年は152匹かな捕まえんの。初代よりも1匹多いんだ。うん、みたいよ。あらまあ、しかもブラックホワイトは、うん、あもう始めるの。あ始めるか。あごめんごめん。あつけちゃった。あいあうん、え押して押して。あもう押した押した。急いで。よし、始めるぞ。はい。はい。お、博士や。お、博士なんや、これ。おーえ、何こいつ。これ誰誰新しいポケモンや、早速。ミミチュウか。ミミチュウおい。一緒にいるお友達。これライバルってこと？チェレン。気難しいところもあるけど、まっすぐな男の子。でも広いな。女の子、ベル。ちょっとマイペースだけど、頑張り屋の女の子。それでは行きましょう、ポケットモンスターの世界へ。お。はい。呼ばれた。荒木博士に聞いたけれど、ポケモンをもらえるんだって。うらやましいやろ。ベルはまた？うん。この人たち何なの？ライバルなの？いっぱいいるのライバルが。幼馴染やから。うん。ライバルやろ。ああ。どう思う？ベレー帽をかぶってる女。俺は女じゃないね。これぐらいの年の子だからいいだろ別に。あ、それが20後半とかだったらちょっとあれやけど。そのプレゼントボックスの中へポケモンが僕たちを待っている。どれどれ。手紙と一緒に3匹のポケモンを届けます。君と君の友達とで仲良く選んでね。それではよろしく。おーい、これがあれか、御三家か。そう出た御三家。炎タイプのポケモンポカブ、水タイプのポケモンミジュマル、そして草タイプのポケモンスタージャク。今回この後2連戦があるんですよ、チレンとベルの。なるほど。それを突破したらゲットっていう扱いにしようと思ってて、今回全員で例えばポカブ争奪戦やって、うん、で誰か一人がポカブゲットでもう一回やり直して、はいはいはい、いう争奪戦やってみようかなって、うんうんうん、じゃあ火水草の順でやりますか。じゃあ2連戦終わって、うん、で終わったじゃあ、うん、あとじゃあ先についた方にしようか。先に作ってない、先に作ってない、先に作って、先に何かで作る。先にクリアして、うん、なんか、うん、うわ悔しい負けたみたいなやつ出てくるやん。うんうんうん、あそこにしようか。オッケー。2人のトレーナーの負け。あそこにしようかっていうのは場所があるってこと。そのなんかあそこにする場所がある。じゃなくて。その場所に。戦闘が終わって終わったと。なんかあそこにしようかって言ったらなんかその場所があるみたいなこと言うやん。どうするの。わかるやんお前。何年目やねんってお前。あ、その終わった時点が終わりの時点ってことね。終わってクリアしてなんか負けましたっていうセリフが出るやん。ごめん、分かった、よし、じゃあ1匹目じゃあ始めますか。いくぞ、頼むわ。よし、行くぞ、レディーゴー。よし、よしよしよし。いや、マジで、あ、やばいな、全然思ってない。あ、この家の中で戦うもん。あ、なるほどなるほど、自動的に始まるね、戦闘は。よし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 、やめ、全然僅差じゃん、もうほんと数秒の差や。よし、こっからこっから。あー、行くぞ。おー、おー、おー、なんか 3D やん。おー、すごいな。動きおるぞ。いや、動きすごいなこれ。おーい、かっこいい。絶対か。動いてるわ。あ、動いてるね、これね。いいよ。え、これだからちょっと待って。よしよしよし。いや、違うじゃん、ちょっといつもと。よし、よしよしよし。よし、急所当てろ、急所当てろ。これ急所当たったら熱いやん。やばい。連打だ、連打。これとりあえず、とにかく連打だな、これは。とにかく連打しよう。これはいいぞ。あ、まじ、いけそうやん。あ、死ぬ。睨みつける。いけそうやん。睨みつけるって何？死ぬ。あ、よしよしよし、防御や。あ、これ、強所か？防御、防御。防御は大丈夫。防御は大丈夫。あ、これ、いったんじゃない？いったんじゃない？おっと、あんまり差ない、あんまりクラゲと差ないのか。いやまあでも、ギリースやからな。あと、もう一人おるのね。もう一人のね。そう。いや、めちゃくちゃ。大バトルやん。体当たりと尻尾振るしかやってなかったけどな。あ、回復してきた。
お一万やん、俺やった。やばい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 、来たんだこれ。いけるぞ、あとは連打すれば。くっそ、エフェクトの長さみたいなの来るから、ちょっとこれ運絡んでる感じあるな。あ、なるほどなるほど。ちょっと俺なんか尻尾振られたから、ちょっとかなりかかってるんだよこれ。よしよしよし、めっちゃ先行という、これ来たんちゃうん。体当たりはいいぞ。ここから始まるとか言えない。何で喋ったの？すげえ、この途中のセリフシステムいいよな。いけいけいけ、救助救助救助みたいなやつ、読んでられないけどな。救助みたいなやつ、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 救助みたいなやつです。抜かせ、当たるんちゃう、当たったんちゃう、やったんちゃう、これ、いったんちゃう。あ、ちょっと生き残ったね。ちょっと西丸が生き残ってる。やつやつ生き残るわけでいかない。西丸が来た来た、俺いけるいける、間に合った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 、絶対間に合った絶対間に合った絶対間に合った。俺勝った勝った、これ勝ったよ。やばい、これちょっと待ったってな。いやごめん、今なんでもない。なに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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、一旦止めて、一旦止めて、一回止まって、一回止まって、ちょっと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 一回止まって、あの、じゃあちょっと一回待って、もうじゃ一回止まって、じゃあ本当に一回止まって、マジ間違ったのよ。じゃあ本当に本当にこれこれは止めて、違う、マジなんだって、ちょっとほんまやねんって。頑張れ次やるからまだ。いや次やるからちゃってやり直そうぜ。変な感じになっちゃったから、変な感じに、まだ頑張れ、変な感じになっちゃったから、違うね、変な感じになったからやり直したいって言って、ちょっと待って、ヤキくん走り続けろ、ちょっと待って、ちょっとやり直そうぜ、やり直したらいいやんか。いやでもしばらくまくってほぼ3枚だよ。ほんまやまくってるやったぜ。何でも何でもあったらいけんって。いやちゃうね、わし普通に優しいから待ってたの普通に。これは止めてえ、お前、いけんじゃんこれ。俺なんかえらい早いな、やったぞ、うん、やったぞ、なんかちょっと早いやこれ。あ、もう終わる。うわぁ、ダメかぁ、まくれんか。間に合ったか、間に合ったか、やったー。どうやさあ、レベル6に上がって、さあ、どっちが出る。あ、はいはい、岩切君。やり直そうぜ、マジで。なんでな、お前のミスやろ。いやまあ、うん、まあ、うん。そうか、お前それ言い出すならクラゲやぞ、ちょっと待ってって。そう、ごめんなクラゲ。ごめんなクラゲ。なんで本ボタン押したの。いや、その押すことがめっちゃ離れてんじゃん。十字キーのちょっと下にあるんだから。十字キーの人か、何その特殊な DS。 お前特殊なやつ使ってんのか。あ、みんなもしかして 3DS なのか。俺 2DS だから。あ、なるほどね、そんな使ってんねや。じゃあ最後の御三家スタジャーいきますよ。はい、レディーゴー。いや頼む、よし、御三家は言ってほしいよ。クラゲ連打は AB 連打した方が早いっぽいぞ。よっしゃ、 AB 連打。よっしゃ、それそれ、その情報、その情報。めっちゃ早いやんけ。めっちゃ早いやんけ。やばいやん。ちょっと待てよ、それ。いや、じゃあ、ほんとやめよう、マジで。そういうのやめよう、マジで。ちょ、もう、これでいいじゃん。おもんないって。おもんないって。ちょ、ほんとやめよう。なんか、九州が出れば。なんで、この試合。あ、九州来た、やったやったー、うおー、どこ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 、ちょっとおもんないって、ちょっとおもんないってクラゲ、やったやった、やめよっせ、この流れ、ほんとにほら、この流れやめよっせ。
レベル6になって。さあさあさあ。一生懸命になりました。ありがとうございまーす。誰か本文読み上げたりしなくていいの？なんか読んでないけどな。親切なんじゃないの？申し訳ないけれど、ベルの家まで行ってくれる？きっとまたいつものようにのんびりしているんじゃないかな。本当マイペースだよね。おい、何してんねん、ベレー帽の女。ダメダメダメ。私だってポケモンをもらった立派なトレーナーなんだもん。この辺だってできるんだから。あ、大丈夫だよ。大丈夫。それじゃあ私研究所の前で待ってるからね。結構箱入り娘な。みたいね。親父は大反対してますね。この3人がずっとストーリーに。科学の力ってすげえの人やん。毎回いんのかな。じゃない。今まで全然ここに話しかけてないからさ。ポケモン育てて駆け抜けた気するな。パッパパッパ行くからいつも。おお。ヤングガールにヤングボーイ。おノリがきついな。ヒラのレミ的な。じゃあ、じゃあ、荒木博士、ちょっとヒラのレミ面白いな。クールじゃない。おい、ちょっとヒラのレミしか見えんでも。お、ここで図鑑もらえんのね。おぉ、えいえい。あ、捕まえる方法しようから一番通りに来てと言ってはは読まないと、うん、大切に使います。分担しようぜ、あの、ベル役、チェレン役、主人公役みたいな。あー、主人公喋らないの。でもじゃあクラゲ、あ、そいつベル上手かったから、そいつベルやって。はい。で、岩切くんはかっこいいからチェレン。チェレン。俺は、え、忙しい。上かな。あー、もう待ってる待ってる待ってるわ。みんな一緒がいいってだった。俺ポケモン見てまさに4人旅の、うん、この。ああ、そうやな。確かに、ほんまやな。いいな。4人全員と幼馴染2人で一番通り踏み出すって感じになるのか。そうだね。そうやな。うん。なんや。あ、よいしょ。いや、全員待たんやん。はぁ、押した瞬間、ズルズルズルって言ったから。ポケモンを捕まえてみせますと。これじゃなかろうな、まさか俺のパートナー。お前これやな。これじゃなかろうな。これだわ。手前のやつやんな。これじゃなかろう。よくないやつや、お前。まだこいつ以外にまだいるっぽいじゃん。いるけど、こいつやろ、多分。どれだけポケモンを捕まえたか、みんなで競争しようよ。荒木博士からもらったポケモンも含めてたくさんポケモンを連れている人が勝ちね。俺らはかぶったらあかんから、うん、めちゃめちゃ不利なんです。不利なんです。先に他の友達と約束しちゃってるから。じゃあ島岡捕まえて。でもこれ、え、何2種類いるんじゃないの。でも最初に出会ったポケモン。あ、最初に出会ったポケモンでいいのね。だ島岡祈れって。だからヨーテリ出たら、ヨーテリって言ったやつがいいんだな。犬見てやつがいいんだな。頼む、犬が出たらわかったわかった。頼む。よし、来た。あ、来た。ありがとうございます。ありがとうございます。なんでじゃーなんでじゃーなんでじゃー。てか、お前すごいな。また今回もメスのブサイクなポケモンや。またこれに熱いその奥さんの名前つけんの。やめろ。もうええって。捕まっちゃって言っても簡単に。よし。やめよう。俺だってやめたいよ。一週間ずっとはるかはるかはるかってなんか言われてんのやろ。俺は一週間奥さんに申し訳ないなっていう気持ちをなんか持ち続けながらやらなあかんねや。まあ、でも会えない分ここで会え、奥さんと会えない期間をここで10。別にこれで会えたと思わんねん。これも可愛くなるんだろ、どうせ結局おたちのパターンで。おたちは確かに可愛かったけど、おたちはおたちから可愛かったやん。去年のやつめっちゃブスやったよ。今回はどうなるかね。スタージャン、草蛇ポケモン。尻尾で太陽の光を浴びて光合成をする。元気をなくすと尻尾が垂れ下がる。ポカブ、火蓋ポケモン。敵の攻撃を身軽に避けて鼻から火の玉を打ち出す。炎で木の実を焼いて食べる。いや、その読み方もういいやん。去年もさ、これでさ、マデヤンノーのくだりもやってんからさ。ゼニガメ、カメノコポケモン。チコニータ、サッパーポケモン。チコラ、エマヨーポケモン。バッチャマ、ペンギンポケモン。誰が今、いるやつの2割しか知らんやろ。結婚したから結婚祝いにさ、
去年だってさ、もう誰も知らんやろみたいなくだりやってんから、あれはもう卒業の違う、もう誰も知らんやろとかして、もうお前のもんやねん、あれは俺のもんなんめっちゃおもんないからやめたいわ人のもんやからまだあれやったのに俺のもんやからもうやめたいわミジュマル、ラッコポケモン。お腹のホタチは爪と同じ成分でできている。お腹から外して小立ちとして使う。ミネズミ、見張りポケモン。頬の袋に餌を溜め込み、何日も見張りを続ける。尻尾で仲間に合図する。あー、はい、今年は岩切くんの彼女とかでもよかったやんやめろって。あ、そうだった。草むら抜けて、唐草タウンに出発。じゃあ、あの草むらはもうポケモンが出ないの？いいの？出る出るけど、うん、出るんやから。今後、ヨーテリ、チョロネコ、クルミル、マメパトは捕まえたあかん。ブラックホワイト2の最初のポケモンになるから御三家はもうすでに1で使ったことになるから使えないわけよ。あー、行きましょう。おい、何これ、ヨーテリーか。あ、これがヨーテリー。お前が欲しかったやつやん。どちらがたくさんのポケモンを連れていくか比べる。もはや比べるの。もう比べるん。比べよう。もう比べようと。まだポカブ一匹なの。まだミジマル一匹なの。ポカブが寂しくないかな。あ、俺2匹だから、みんなお揃いだ。ちなみにポケモン図鑑をチェックすれば今までに見つけたポケモンの数や捕まえた数がわかる。じゃあ、クラクスタモに行くよ。ポケセン前ね。はいはい、ポケセン前ね。よし、なんか広場で始まるらしいぞ。演説？ゲーチス。フローズマダンのゲーチスです。おお。今日皆さんにお話しするのはポケモンの解放についてです。ポケモンの解放？物騒じゃない？怖いんだけど。我々人間はポケモンと共に暮らしてきました。お互いを求め合い、必要とし合うパートナー、そう思ってられる方が多いでしょう。ですが、本当にそうなのでしょうか。我々人間がそう思い込んでるだけ。そんな風に考えたことはありませんか。トレーナーはポケモンに好き勝手命令している、はい、仕事のパートナーとしてもこき使っている。そんなことはないと誰がはっきり言い切れるのでしょうか。ゲーチス、あ、いいですか皆さん。なんでゲーチス呼んだん。ちょっとなんでゲーチス呼んだん急に。どういっても名前だったじゃん。そうです、ポケモンを解放することです。そうして人間とポケモンは初めて対等になれる。そういう考え方なのね、今回のテッポスは。なるほどね。ささっともう撤去して帰ってたわ。早いな。電波ジャックして言うとかじゃなくて、地道に待ち地道に待ち巡回してやってんだなって。草のね、活動なんだな。そう、俺も確かにサージ解放したから、俺結構いいことしたわけか。じゃあこれ的には。お前やな、早速活動してるやん。早速もうプラズマだね。僕の名前は N。 もっと上のライバルだな、これが。ライバルかな。悪いよ、ライバルだ。あ、手戦闘になってる。戦闘だ、戦闘だ、戦闘だ。おぉ、かわいい、チョロ猫。レベル7や。負ける可能性もない。じゃもう勝てへんじゃん、普通に。全然勝てないぐらい。安定していけそうやわ。負けるだろう。おい、カチカチなんだが。猫カチカチなんだけど。猫強すぎるって。ね、泣き声でね。ちょっと待って、猫強すぎるって。話にならんって。話にならんが。よしよし。泣き声とか使っていけばなんとかなるんちゃうか。もう傷薬使うの？使わないと勝てないしな。はい、多分いけそうですね。島さん、もう傷薬じゃない。俺もう2個使ったよ、傷薬。そらそうやろ。よし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 。おお、前途頼んだな、おい。あ、よし、九州になった、よかった。お、私ツンドルの持ちよ。いいな、ここでね、ここでなんかタイプの技覚えるのいいな。わぁ、ヒノコ覚えた、俺。島さんもレベル上がったやん。これ覚えたんちゃう、俺も、はるかも。噛みつく。よし。ああ、いいね、噛みつく。サボールに閉じ込められている限り、ポケモンは完全な存在にはなれない。僕はポケモンという友達のため世界を変えねばならない。なるほど。いや、いきなりイベント戦だったな。話面白そうじゃん、今回。なあ、なんかライバル。ちょ、真剣に話よ、もう。じゃあ、俺がベルで、ヨキリ君チェレンで、クラゲ N で、シメヤカそれ以外でいけるやん。あ、ほんまや。ちゃんと決まったな。で、シメヤカは NPC に話しかけて、自分でどんどん労力していってるから。バカみたいじゃない。おじいちゃんがいいこと教えてあげよう。いいかね、一度に連れてあげるポケモン6匹までなんじゃ。話しちゃう。じゃなくていいか。話しちゃうんか。大丈夫、頑張れ。大丈夫、これは大丈夫だ。これはさすがに大丈夫や。頑張れ、耐えろ、耐えろ。おー、よし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 。おー。
やったー、砂かけだ、やったー、勝ったー。